はい、皆さんこんにちは、アキリートです。はい、今回は、シーケンサーですね、シークエンサーをやっていきたいと思います。シークエンサーと言いましたけど、まあ、日本語表記はねシーケンサーってなってますね。まあ、私ちょっとシークエンサーって言っちゃうんで、それはシーケンサーのことだと思ってください。はい、でまず、シークエンサーとは、何かっていうことなんですけども、シンセサイザーとかにねよく見られる機能だと思うんですが、簡単に言うと視覚的に音を並べて曲を作っていく機能ですね。視覚的にっていうのは見た目というところですね。はい、まあ、皆さんもご存知だと思います。ということで、どのようにねこのローンチパッドでシークエンサーを使っていくのか見ていきますが、説明していく順番としては、まず、各ボタンについて説明して、次、Ableton での設定ですね。次は、シークエンサーの設定ですね。で、パターンビュー。ちょっと暗いんで分かんないですけど、パターンビューとか、どうしたらいいかな。パターンビュー、ステップビュー、パターンセッティング、ベロシティ、プロバビリティ、ミューテーション、マイクロステップ、プリントトゥクリップと、ここですね、プロジェクトセーブ、この順番に説明していこうかなと思います。はい、それではまず一つ目ですね、Ableton での設定になりますけども、シークエンサーを開く前にシークエンサーで使う音を選ばなくちゃならないので、これはねローンチパッドではできなくて、DAW 側のAbletonで操作をします。はい、ということで Abletonでは、まあ、このようにトラックを作成しました。でローンチパッドの、シークエンサーは4トラックですね、4トラック、つまり4つの音しか、まあ、4つの音という方はちょっと語弊がありますけども、まあ、4つのトラックしか同時に、演奏ができません。なので Abletonの側でもこのように4つ入れてます。はい、1つ目はね、ドラムキットを入れました。2つ目はこの後ですね。で3つ目のは、で4つ目は、はい、このように入れました。次にねそれぞれのトラックのチャンネルをすべて違うものにしてください。これはね、前のね、以前の動画でもやりましたが、ローンチパッド1台で複数のトラックをね、演奏する場合に、それぞれね、違うチャンネルで出力しないと、複数のトラックが演奏できないので、このようにチャンネルを別にしておきます。詳細はね、後ほど説明しますね。そして全てのトラック、このように、全てアーム、録音アームをオンにしておいてください。はい、これで下準備は終わりで、基本的にもう、Ableton の方を使わなくても、シークエンサーは使えるようになります。はい、そしたら、シークエンサーの本題に入っていきますが、シークエンサーのボタンはここですね。これを押すとシークエンサーに入れます。でシフトを押しながらシークエンサーを押すとシークエンサーの設定の表示が出ます。はい、じゃあ押すと元に戻りますね。はい、そして隣のボタンプロジェクトセーブですが、これは作ったシークエンサーを保存しておく、表示。はい、で、次、右側ですが、パターンズ。今、このパターンズというところ表示されています。ステップス。ここは実際音を入れていく場所ですね。で次、パターンセッティングは、このパターンをどのように演奏するかというセッティングをする場所ですね。でベロシティは、音の強弱を決める表示ですね、場所です。でプロバビリティは音を演奏するかどうかを、決める場所ですね。はい、でミューテーションは音を変異させるかさせないかを決める場所。でマイクロステップは、さらに細かく音を分ける場所ですね。でプリントトゥクリップは、これを押すと今まで作った、このステップ
パターンが、エイブルトン側に MIDI としてね、コピーされるボタンになります。はい、詳細はね後ほど ご説明しますね。はい、で下ですが、下は、ここね4つのボタンがこの色で表示されてますが、これがトラックを、選択するボタンです。はい、先ほど、4トラックしか使えないって言ったんですが、その4トラックはこの色でオレンジ、1トラック2トラック3トラック4トラックとなっています。はい、あとはミュートですね。ミュートを押すと、このように、ね、ボタンが青くなるんですけども、青いボタンを押すと、まあ、ミュートされます。で青くついてるところだけが再生される。まあ、今は2トラック目だけが再生されるようになってますね。はいはい、で全部つけときますね。で、あとねこの2つが使えるんですけど、シフトを押してこの、デバイスを押すと、まあ、120ってあるんですけど、これは、シークエンサーで演奏する、そのテンポを調節できる画面ですね。まあ、120になってますが、そこがここです。はい、で次ですね、このスイングですね、ストップクリップスイングってなってるところを押すとスイングの調整ができます。これはまあ、よくジャズとかでね使われてるような、8分音符、例えばですけど8分音符の後ろの8分音符をちょっとずらしたりとか前にしたりとかっていう、ちょうど演奏するのではなくてちょっとこうね跳ねるような感じで演奏する設定ができるところです。はい、これは実際いじってみるとね分かりやすいかと思います。はい、では、ですね、戻って、であと左側ですけども、この上下はここですね、この演奏するエリアの音程を上下する。まあ、今こう、ドラムキットなので分かりづらいですが、例えばここに来ると一番低いですけど、上げるとこのように上がってきますね。はい、まあ、これは他のところと変わりありません。でクリアはここに入れた音とか、あとはパターンなどを消すところですね。あとデュプリケートダブルっていうのは音をコピーしたり、パターンをコピーしたりするボタンです。はい、あと再生と、このキャプチャーミディ録音ですね、録音のボタン、ここら辺はねやり方は後でご説明します。はいはい、それでは3番目にシークエンサーの設定をねいきたいと思います。シークエンサーの設定は他のコードやノートと同じようにシフトをしながらシークエンスを押します。はい、このような表示になりますね。でトラックごと、表示ができるようになっています。はい、でここはね大きく分けて3つに分かれていて、一番上ここはですね、実際ステップモードで演奏するここの表示を変える、設定部分になります。はい、で一番左、真ん中右となっていて、ここを変えるとここの表示が変わりますね。ここの8個のパッドは何かするというわけではなくて、今何が設定されているかを表示する画面になります。はい、で一番、左のトラック、まあ、一番目のトラックはドラムなので、これドラムの設定ですね。で、2番目のトラックは、音階のある、トラックなので、このように、スケールで表示されています。これがこのここですね、2番目。はい、で一番右は、何かというと、このようにクロマティックの表示になります。はい、よろしいでしょうかね。で、ここの8つのパッドは、ここのね左下の8つのパッドを表示していることになります。はい、はい、ここですね。ドラムの場合にはここですね、なります。はい、で次2番目の、真ん中の4つは、ここは、ノートやコードと同じように、演奏する、スケール調をね決める場所です。はい、
こっちで、C、C シャープ、D、D シャープ、E、F から、まあ、B までね選んで、ここでマイナー、メジャー、確かドリアンだったかななどを選ぶような、構造になってます。詳しくはね、以前の、動画を見てもらえばと思います。はい、で一番下は、ここもね、ノートやコードと同じなんですけども、出力先を決める、場所です。はい、で一番左が1チャンネル、2番目が2チャンネルと、チャンネル2、チャンネル3、4となってまして、今ね、一番左のトラック、一番目のトラックを押すと、ここが明るく表示されましたが、これを、ね、1に、チャンネル1に出すのか、2に出すのか、3に出すのかっていうふうに変更できます。はい、で他の、シークエンサーの2番目、3番目、4番目のトラックも、このように薄くね、映っていますが、トラックボタンを押すと明るくなって、こんなふうにね、移動できるようになります。で今は1チャンネル、2チャンネル、3チャンネルか、こうか、ごめんなさいね、3、4というふうにしておきます。はい、続いてですが、右側のボタン、ここを見ていきたいと思いますね。上から、まあ、パターンズ、これはパターンのビューになってまして、ここの説明はね、後ほどしていきたいと思いますが、このようにトラックごとに色が分かれていて、1トラックに8個のパターンを入れられるようになっています。でパターンの色なんですけども、まあ、オレンジ、紫、緑、ピンクになってますが、これは、エイブルトン側の色とは、違いまして、もう固定になってますね。なのでエイブルトン側で色を変えても変わりません。まあ、ここはね、なんかアップデートとかで直してもらったらいいのかなと思ってます。はい、続いてはステップビューですね。ステップビューになりますけれども、この状態で、例えばこのトラックのボタンですね、押すか、このパターンの状態でステップを押すとステップビューに入ることができます。ただし、ステップビューはこの選択されている、ね、ちょっと明るく光っているこのパターンの中身を見れるだけなので、例えばこれを押してもステップに入ることはできません。まあ、これを押してこれを押さないといけないということですね。でさらにこれを押してこれを押しても紫色の2トラック目になりませんっていうのは、トラックが1に設定されているからですね。でここで2を選択してあげると入ることができるようになります。まあ、3でも4でも同じですね。はい、では、ですね、このドラムのトラックを見てみますと、上がねシークエンサーの部分となって、下がプレイエリア、まあ、実際演奏するエリアになりますね。今、1トラック目にはドラムが入っているので、このようにドラムが演奏できます。はい、でこのシークエンサーですけども、左の上から順番に一つ一つ音を演奏していくような感じになっています。はいはい、まだねこのそれぞれの、中には音が入っていないんですが、この選択されている白く光っている部分が再生を押すとこのように流れていって、その流れたところで音が出るようになっています。はい、ではこの四角の中にマスの中にね音を入れる方法ですけども、2通りあって、まずは、音を決めてですね、例えばこのキックを入れようとしましょうね。これをじゃあここに入れたい場合にはここ押すだけです。まあ、次ここに入れたい場合こうやって押すだけ。はい、でこれでちょっと演奏してみますと、はい、このようになりましたね。じゃあここにも入れてみましょう。でこういうふうになりますね。間違った場合にはこれを消したい場合ですね、その入れた音を押してもう一回押すと消えます。もう一回押すとこのように入ります。でじゃあ、ここにね全部キックを入れたらいい感じになりそうなので、
これを押してこういうふうになぞっちゃいます。そうすると入れることができますね、はい、再生するとこんな感じですね。で、次ですね、続いてこのタムの音をじゃあここにこの間に入れようと思いますね。このように、はい、入れちゃいます。こんな感じになりましたね。で、じゃあこのキックの音がどこに入ってるのかっていうのを見る場合にはこれを押すと赤く光ったところがキックが入ってるところですね、はい、タムも同じですね。で、じゃあこのスネアですね、あ、ごめんなさい、この、ハイハットを入れてみましょう。じゃあ全部に入れちゃいますね。ちょっとこう外そうかな、はい、はい、こんな風になりました。ということでここの四角の中にはスネアも入るしキックも入る、まあ、タムのとこもそうですね。タムの箱の中にはタムも入るしスネアも、ごめんなさい、ハイハットも入る、はい、で箱の中には、いろんな音が入れられるってことですね。じゃあこの音はどこに入ってるのかっていうのは分かりますが、逆にここには何が入ってるのかっていうのはここを押せばこのようにね赤く光るので入ってる音が分かります、はい、これで消えますね逆にね、はい、で例えばここにねいっぱい入れすぎて、はい、これ以上入んないですね。入れすぎて何が入ってるか分かんなくなった場合には、まあ、クリアを押して押すとここの音が全部切れます、消えます。はい、いいでしょうかね。はい、では一度ね全部消しておきますはい、では、同じね入力方法なんですけども、ちょっとねスケールのある、音階のある楽器に行ってやってみたいと思います、はい。で、これはちょっとバス、ちょっとね、ベースの方を入れていこうと思うので、これを押しながら押します。こうすると、ちょっとね、ベースには、音が短すぎるかなっていう時は、入れた音をね、長押しすると、このように緑色に変わります。緑色に変わった時点で、伸ばしたいだけ押してあげると、音が伸びるようになります。もちろんこうしてこうやるともうずっと伸びることになります、はい、これで2つ入りましたね、はい、でじゃあこの音ね設定して伸ばしていちいちまたここに入れて伸ばしてっていうのはめんどくさいですよね、はい、その場合にはデュプリケート、これが有効になってきて、これを押しながらコピーしたい、音を押します。そしてコピー先を押すと何個でも押せますね。そうするとこれと同じ音が同じ設定でコピーされます。このデュプリケートは今音の長さだけで、見せましたが、他のね機能、例えばベロシティやプロバビリティ、ミューテーションやマイクロステップなどこれからやる別の機能も合わせて一緒にコピーすることができます。はい、はい、次は、パターンセッティングになりますが、これはですねちょっと緑色のトラックで見てみましょうね。まずじゃあここにですね、こんな風にちょっと音を入れてみましょうか。はい、でパターンセッティングなんですけども、これはまずこの32個の箱をどこまで演奏するかというのがこれで選べます、はい、これだと最大の32個、31個になりますね、はい、半分にしたければこのようにできます。もともと音が入っているところはこのようにね赤くね光りますね。
そして、次、ここですね、ここの薄く黄色く光ってるところ、これは何を表示するかというと、この箱の演奏の長さをね、表示してます。今はこの速さでこの白いのがどん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 進んでいきますが、これにすると2倍遅くなるんですね。ちょっとこっちがうるさいんで消しますね。はい、こんなになってます。でさらに2倍遅くなります。なのでこの一個一個の箱を演奏している時間がちょっと長くなってきますね。最大にするとすごい遅くなりますね。はい、じゃ一番早くしたら、はい、こんな感じになりますね。はい、どうでしょうかね。なりました。ちょっとここに戻しておいて、次はここですね。このピンク色の四角いボタン、これは何かというと、これは、再生の方向を、設定するボタンですね。一番左なので今はこのように左から順番に行きますね。でこれにすると今度逆から、はい、再生になります。じゃあこれにしたらどうなるかっていうと、はい、はい、行ったり来たりを繰り返します、はい、次これですね。これはねもうねどうしようもないです、はいはい、このようにランダムでこの、16個のマスを演奏することになります。どこに何が来るか、どの順番でやるかなどは全く分かりません、はい、なんかこんなの役に立つのかと思うんですけども、実はすごいね役に立ちます。はい、でここがですね、パターンセッティングで、まあ、一番下のね、2行は何かというと、ここはこのステップの一番下の2行が残ることになりますね。ただこれで音を入れたりすることはできませんね。ここを押すと長さの設定になっちゃうので、できません、はい、じゃ続いてベロシティですね。これは、ベロシティなので音の強さを設定します、はい、今ここは選択されてるんで、この音の強さはこの16段階中、12になってますね。もちろん音がないところは、表示されません。でここはい、このようになって、じゃあ一番大きくして、はい、こういうふうにしたらどうなるかっていうと、はい、はい、まあ、ここはねそんなに難しいところじゃないと思いますが、ベロシティを変えると、ちょっとこう音色が変わるね、シンセの音もありますので面白いのができるかなと思います。はい、で続いてプロバビリティ、これは、確率ですね、確率というよりも、まあ、チャンスといったらいいのかな。どのような確率でその音を演奏するかっていうね、ちょっと音を入れといて演奏しないことがあっていいのかっていう変な状況が生まれますけども、まあ、これもちょっと面白いんでね、見ていこうと思います、はい、でこのように今選択している音は、ここのねゲージが最大になってますね、まあ、音がないとかはほらこのようになりませんね、光りませんね、はい、なってますが、一番右マックスの場合には必ず演奏すると 100% ですね、 100% 演奏しますよと。でゲージを一つ下げると、88% になるので約、10回に9回は演奏しますよと。でここ 75% なので、まあ、4回に3回は演奏します。まあ、大体10回に8回か7回は演奏します。次 63% となっているので、大体10回に6回は演奏しますよ。ここは 50%、約半分ですね。2回に1回は演奏しますよ。
次ここが 38% なので、だいたい10回に4回は演奏します。ここ 25% なので、10回に、まあ、3回か2回ですね。 25%、 4回に1回って言ったらいいのかな。でここは 13% で、まあ、10回に1回ぐらいですね、演奏するような確率となってます。で例えばこのようにね、ここを全部最大にして、これを 50% ぐらいにすると、はい、このようになりましたね。音を入れてるのに演奏しないということが起きます。はい、で続いて、ミューテーションですね。これは何かというと、音の変異ですね。つまり、この音、ミューテーションのレベルをこのようにね、設定できるんですけども、せっかくこの音で入れたんですけども、ミューテーションを最大にすると、この音じゃない音で演奏してくれる確率が上がるということですね。で、これね、説明書見ても何パーセントの確率で変わるとか、どの音に変わるとかっていうのは全く書いてなくて、もう本当ランダムなので分かりません。はい。なので、まあ、例えばここはこの音で決めておいて、ここの音ですね。先ほどプロバビリティで半分ぐらいにした音ですね。これを例えばミューテーションですごい変えてみてると、こんな風になります。はい、音も変わりましたし、演奏するしないっていうね、確率も、適用されたままですね。はい、これがミューテーションです。はい、で、最後マイクロステップですね。これはですね、ちょっとね、こっちのトラックでやってみましょうか。はい、こっちのトラックはですね、このような音ですね。はい、じゃあここの、パターンセッティングでちょっと短くして、最初の2つだけにこの音をちょっと入れてみます。はい、これでマイクロステップを説明してみますね。マイクロステップ、このように、選択すると、ここにね、6つの、光るパッドが出てきて、で、まあ、何も音が入ってないところはこのようにどこも光ってませんが、音が入ってるところは、まあ、一番頭にね、光ってると思います。これは、何かというと、この音とこの音の間を拡大すると、まあ、このように6個に分かれてますよっていうことなんですね。最初の音から2番目の音に行く間を6個に分けて、そのうちのどこで音を出すかという設定ができるところになります。はい、ではどうやってやるかっていうと、まあ、押すとこのようにね、こう光ってませんが、押すと、まあ、ここが光れますので、その6個に分けたうちの一番最初で音を出しますよっていうことなんですね。はい、この音がどこに入ってるかと、こことここに入ってて、マイクロステップの中では一番最初に入ってますよ。これを押してここでこのように変えていくんですね。試しにじゃあ、ここ全部入れてみるとどうなるかっていうと、ちょっとねこれがうるさいですね。はい、はい、すごいダラララってなりましたね。うん、でこれを戻して、じゃあこれを消すと、今度はダダンタンタンママですね。もう一度これを押してこうすると、はい、こんな風になりました。もう少しゆっくり再生してみますと、まあ、このぐらいがいいかな。はっきり分かるようになりましたね。うん、じゃあこれどういう風に使えるのかっていうと、まあ、この、6個ね、音を入れてもいいんでしょうけれども、まあ、例えばこんな風にするね。とか、選んで、入れたい音を押して、こうする。ちょっとね、こう、グルーヴ感が出る。まあ、スイングね、と、
同じような感じですね。それを細かく自分で設定できるのがこのマイクロステップになります、はい、ちょっとね元に戻しておきましょう。はい、はい、ということでマイクロステップになります。はい、で次ですね、プリントトゥークリップ、これを押すと今選択されているこのシークエンスがそのまま、MIDI となって Ableton の方にコピーされるという機能ですね。はい、で Ableton のどこにコピーされるかというと、選んだトラックの選んだクリップにコピーがされます。はい、なので今4トラック目選んでますけども、 Ableton 側で、Ableton 側で3番目のクリップの一番上に選択を合わせるとそこにコピーされますので、ここはね気をつけて使わないといけないかなと思います。はい、まあ、ただそれだけですね。で、一つ、注意点というか面白い点がプロバビリティとかミューテーションが、これってまああのベロシティのように決まった、強さでとかね、決まった確率とかミューテーションの、具合で、演奏されるわけではなくて、ランダムなので、そのランダムで生成されたものがクリップにコピーされます。なのでちょっと面白い結果が出てきたりして、まあ、偶然にね、好きなフレーズとかかっこいいフレーズが生まれる可能性がありますね。はい、でこれが、プリントトゥークリップです。で、最後は、プロジェクトセーブですね。はい、今作ったこの、シークエンスとかですね、こっちのパターンをプロジェクトとして保存しておくことができます。ただね注意点が必要でして、これを押して、まあ、今ここ光ってるんです、ここ前押したところが光ってるんですけども、これで何かを押してしまうと、この、押したところに保存されている、もしくは保存されていないものが呼び出されてしまうんですね。そうするとせっかく今作ったやつが消えてしまうことになるんです。なのでここちょっと注意していただきたくって、今、作った、まあ、これをセーブしたければプロジェクトを押したこの時点でシフトを押して、まあ、セーブをします。プロジェクトを押します。そうするとこのように点滅しますよね。でどこにセーブしますかっていう状況なんですけども、これでここに押してこういうふうになったらセーブが完了します。はい、ですので例えば今ここを押してしまうと先ほど作ったこれがなくなってますよね。全くですが、プロジェクトをしてさっきセーブしたここを押すと、はい、このように呼び出されますので、ここはすごい気をつけた方がいいですね。私も何回かやってしまって、プロジェクトをしてじゃあここに入れようかなと思ってこうした時点でもうさっき作ったのが全部おじゃんになっちゃいますので、はい、気をつけてください。はい、次がねごめんなさい本当の最後ですね。はい、このパターンをね、説明していなかったと思うんですけども、このパターンは何かというと、まあ、先ほどね、この中身ステップをね作って、説明していきました。はい、でそれぞれねこの、まあ、今明るく点滅しているところ、ここに、このようにねステップを入れていきました。まあ、ちょっと消しちゃいましたが入れていきました。はい、なのでこの一つ一つにはこのステップが1個ずつ入っていると、そういうふうな考えになります。それが8個ですね、作れるわけで8個を別々に作ることができます。はい、今ここしか入ってないんで緑のねここを見ますとこのように入ってますが、これを例えばですね、じゃあデュプリケートをしてこれを押してこのようにね全部コピーしていきます。こうするとコピーができるんですけど、はい、ステップを見るとこのようになってますね。パターンにもここに行くとこうなって、じゃあ分かりやすいように一番左のこの
音をこっちにしましょう。でそれがここですね。じゃあここはどうなってるかというと一番左のままですね。はい、ですね。はい、でこれを、まあ、コピーしました。じゃあこれをね順番に演奏してください。今はそんなに変わりないですけどもっていう時に、ちょっとミュートを外してこういうふうに押すと同時に押すとねこれを順番に演奏してくれます。ちょっと分かりづらいですかね。はい、これをねそれぞれのトラックで、することができます。はい、でさらにこの、まあ、選んだ順番ですね。まあ、これ、まあ、2個しか選んでないです。3つ選べば3つ、4つ選べば4つ。これで6つ、8つ選ぶことになるんですけども。はい。戻せないんだね。はい。なるんですけども、これをまたここにね、保存しておくことができます。例えば、これを押しながら、今度これをね、4つ。じゃあ、これは6つ。5つ、これ6つ、これは、まあ、2つにしようかな。ってすると、ここに入っている、パターン、じゃこれを押すと、それが演奏、延々にこう繰り返し演奏されます。じゃあ、こっちにまた違うパターンを入れることができます。じゃあ、こっからこうしましょう。こっからこうしましょう。こうすると、ここはこの順番でそれぞれのトラックを演奏することになります。でまあ、ここにもじゃあちょっと最後ね入れてみましょうね。そうすると今3つ、選びました、作りました。このように、光って表されるので分かりやすいですね、はい、でまたこの3つも同時に押すとこれを左から順番に繰り返し演奏することができるようになります。これが、このパターンの、重要なところですね、はい、で以上になりますが、ここでちょっとね面白いのを、お見せしようかなと思います。はいはい、ということで、まあ、このようなねトラックを作ってみました。はい、じゃあここをね再生します。これにちょっと面白いのをね重ねていこうと思うんですけども、はい、ここをね、ステップ行って音を決めますね。これにしようかな。これをね絶対弾く音としてここに入れます。こことここかな、はい、で他にももう全部入れちゃいます。はいはい、でこれとこれは絶対に弾くということでベロシティも強めにします。ここだとね、はい、そうするとこんな感じ。あちょっとねうるさいね、こうあんまり変わらないね、はい、ちょっと強弱があるかなって感じですよね。じゃあこれにプロバビリティをしてここの間のね絶対に弾くと決めた音以外の音をちょっとねランダムに変えていこうと思います。適当でいいです。できるだけなるべく高い確率の方がいいとは思います。はい、でこんなふうになりますね。で次にまたミューテーションも入れていこうと思います。これはもうできる限りもう変に変わってくれた方が面白いですよね。はい。はい。はい、こんなふうになりました。まあ、これにマイクロステップなんかも入れていくともっとねこう変化の富んだ音の流れになってくるのかなと思います。じゃあこれをねちょっと重ねてみましょうか。
こんな風に使えますね。まあ私もまだね、あんまり慣れないんでうまくはないんですけども、こんな風にちょっと面白い、自分では作れそうにない曲が作れるような、そういうね面白い機能になってます。ということで、今回は、シークエンサーですね、このローンチパッドプロ MK3 のちょっと一番面白いところかなと思うんですけども、シークエンサーについて、やっていきました。はい、いかがでしたでしょうか。はい、それではこれで今回の内容を終わりにしたいと思います。はい、ご質問や、やってもらいたいこと、わからないことなどあったら、ぜひねコメントの方に書いていただければなと思います。で、次回は、まだ何をやるか決めてませんが、何かねプラスアルファとか、ちょっと、やり逃したことあったらねやっていきたいと思います。はい、それでは、ご視聴どうもありがとうございました。さようなら。